皆さんどうもこんにちは、みなこファミリー TV のみなこでーす。イエイ。はい、今日は見てください。じゃじゃじゃーん。 GU で爆買いしてきました。ずっと行きたかったんだけど、私さ、実はさ、今までメンズの XL ぐらいしか入らなくて、レディースものっていうのはもう全然なんか買えてなかったのね。だから GU では子供たちのものメインで買ってたんだけど、ちょっとお腹の肉も減ったので、レディースものもね、ちょっと挑戦したいなと思い、冬のお洋服を買ってきました。さあ早速紹介していきたいと思います。いやー、最近さ、 CM めちゃめちゃ出てるでしょ。 CM GU さんの CM チャンキーってやってるじゃん。あの CM めっちゃ好きで、めっちゃ可愛くて、全く同じカラー買ってきちゃった。さあこちら、ウーマンチャンキーニットハイネックセーター、長袖 XL サイズ、1990円。このカラー、からし色というの、何色というの、ちょっとこのイエローのね、明るい感じでしょ。どう、ちょっとね、レディースサイズだから私大丈夫かなってちょっと不安もあるけどね。まあでもね、あとうちにはレディースはいっぱいいるので、もしちょっとダメだったらね、子供たちが着ればいいかなって思ってね。じゃあ着ていきます。引っかかっちゃうじゃない、どっかに。どっかに引っかかる、どっか。そういうのなんか使ってニットだから、なるほどね。ぴったり。どう、ちょっとあれ笑ってるけど、どう、いいんじゃない、いい、腕の長さとかはぴったり。ただちょっと、どう、ちょっとでかく見える。いや、わかんない、何もわかんないです。鮮やか、色が可愛いね。さあこれ可愛いね。さあ続いてこちら、これはね、セットアップチャンキーニットシャツコンビネーションワンピース2990円。見て、じゃじゃん、真っ白のこのノースリーブのシャツがついておりまして、その上からニットを羽織る、中に透けない帽子のさ、このスカートついてる。タイツとかさ、そのままで履くときはこれを履くとインナーが透けないと。素晴らしいですね。じゃあ早速着てみたいと思います。はーい、じゃじゃじゃん、着替えが終わりました。どう、どう、着心地どうなんですか。着心地めちゃめちゃ楽、締め付けもあるし、お尻隠れるでしょ、お尻隠れるし、上もなんかすごい楽だし、あとなんていうのかな、ニットなんだけど、ニットで暖かいんだけど、なんかチクチクしない、チクチクするニットがちょっと苦手だったし、軽い感じ。足元ちょっと長めなワンピースだよね。だから本当に私はこの中にズボンとか入っちゃうけど、履かなくてもさっきのインナー着れば大丈夫。あ、これいいわ。続いてはこちら、スウェットライクハイネックセーター XL サイズベージュ1990円。これは触り心地がまず好きだった。とってもなんかすごい柔らかい感じの、触り心地が好きで、結構何にでも合わせやすいのかなと思って。で、お店にいるマネキンさんが着てたの。
だからそのお店にいるマネキンさんを全身買ってきました。それがこちらです。スカート、こちらはですね、プリーツロングスカートアニマルダークグレー柄 XL サイズ1990円。こういう感じで、でマネキンさんはダウンジャケットを着てたの。でもあのレディースのダウンジャケットはこんなになっちゃったの。私ね、ちょっとこの辺が肉ついてるから、だからメンズ版を買ってきました。ヒートバデッドブルゾン XL サイズ3990円。こういうなんかジャケット系はね、オレンジ色しか持ってなかったの。私黒色は持ってなかったからちょうど欲しかった。あのマネキンさんはすごく可愛く着こなしてたけど、私が着るとどうなるんでしょうね。あ、それでね、たマネキンさん靴も履いてました。こちらおブーツです。こちらはね、ウルトラストレッチボリュームソールショートブーツ L サイズ2990円。というわけでマネキンさんと同じように可愛く着こなせるのでしょうか。やってみたいと思います。はい、じゃあちょっと着替えてきますね。入場、ペーンペペペーン、ペン、どう？そう。さあ、これがマネキンさんがやっていたスタイル。こういう感じ？大きいサイズのモデルさん募集してた方はこちらへメッセージを。さあ続いていきましょう。今度はこちらです。これはねメンズの商品なんだけど、フリーシーフリースコンビネーションプルオーバーオリーブの、あの色、すっごいふわふわなの。すっごいふわふわ XL サイズ1990円。このさ絨毯でさ、すっごいふわふわの、なんか私こういうの常にこうやってやっちゃったりさ、こうやって全部揃えたくなっちゃうの。そういう感じのすっごいふわ。早速着たいと思います。よいしょ。触った感じどんなんなんですか。すっごいふわいいよ。いやー、これめっちゃふわ。で、めっちゃあの柔らかいし、軽い。すごい軽い。ポケットさ、ね、ポケットちっちゃん。ポンってやって。ママ見て。かわいい。これほんとかわいいわ。デザインかわいい。いいね。気に入った。これがいいから。さあ、続いていきましょう。こちら、ニットターバン。ボックスミニショルダーバッグ。1990円。ニットターバンとかあんまりつけたことないんだけどさ、どうやってつけるんだろう。前髪は？前髪は出すの？風呂上がりみたいになっちゃった。茹で上がり？茹で上がりタコじゃねえんだよ。お？いい感じ？カバンはサイドに入
って。やっぱね、ちょっと。かわいいこれ。かわいいかわいい。これ斜め掛け用じゃない。なんか短くね。いいね。合ってる。ヘア。ヘア。の？全然じゃない。もうそうやってやってるとさ、なんか遠足に行くみたい。はい、というわけで今日はね、肩自由でコーディネートしてみました。はい、こんな感じです。去年の冬っていうのはさ、もうトレーナーとかロンティーにズボンとかあんまりおしゃれに気を使えなかったのね。今年の冬はもうちょっとなんかおしゃれに気を使って、でもプチプラコーデみたいなのを意識していろいろ挑戦していきたいなと思います。ターバンとかも初挑戦なの。これ全然さ、私自分自身がすごい男っぽい性格だし、なんか男メンズものの服が好きだから結構トレーナーにパンツ姿が多いんだけど、こういうターバンは自分には絶対似合わないと思ってたんだけど、なんかつけてみると別になんか違和感もなくいけたのかなと思って、いろいろ今年の冬は試していきたいなと思います。というわけで皆さん、またね。